こんにちは、韓国フィーカーチュニワテイです。今日は、キュービの狐と危険な同居の7話と8話を見ました。見ました。はい、ということでレビューをちょっとしたいと思うんですけども、うん、めちゃくちゃハマりました。私も今日家に一日おって、うん、あのオルシンと一緒にいたいなと思って無意味に流しっぱなしに。分かる分かる。それだけでなんか場の空気が良くなったよ。いや私な、なんかだんだんとこのオルシン役のチャンギヨンが好きなのかオルシンが好きなのか分からんくなってきてさ、なんか次なんかあのチャンギヨンのドラマ違うやつちょっと見てみようって思ってるね、うん、それでなんか自分ではっきりするなと思ったはっきりそうはっきりさせたいと思ったチャンギヨンのファンになってしまった。でもそれ内容も78はこの前半のねこう山場っていうか、うんうんうん、前半のこうなんか一回締めみたいな感じで、そうで、まあ、ずっと同居をしててこうどっちもどんどん惹かれていろんなことがあって惹かれていくんだけれども、まあ、やっぱりその、1年間ねずっと、ダムちゃんが、弾を持ったままだと死んじゃうし、でまたほら怪しい事件っていうのが自分の周りにいてる女の人が襲われてってる、ほら編集者の人なんかかわいそうやったよな。オルシンと一回もご飯できぬまま死んでしまってさ、今日さ喫茶店で声かけた人とかさ、そうなバーで声かけた人とかみんなさ、怖いあれ子めっちゃ怖かったな、もうなんかなんかわーって編集した時めっちゃ怖かった、ドキッとしてるなあれ。そうあかんから、ね、夜見たらあかんわ、怖かったわ、怖かった、ね、でまあオルシン戦って、えもうそこ行く？もうほんまや。どう話すんだよ。私はなんかほらダミがさ、うん、本屋さんに行ってさ、新ウヨが語る高麗の姿って本を買っててさ、その本のタイトルにちょっと受けてしまってんや。なんかオルシンの本なんや。そうでサインください言うてな。似顔絵。めっちゃ変なやつ書いてな。うん、でなんか初恋の人のね。地下の倉庫で見つけた本の肖像画はめっちゃ可愛く描いといて、こんなにうまく描けるのに私のこれかいみたいな感じであれがめっちゃ可愛かったなと思って。そう、うん、でなんか1話とか最初の方でそのジェジンか親友のジェジンが、うん、そのダムは、うん、女の人その男の人を異性になる、うん、好きになるっていう感覚があんまり分からんのやと言ってたやんか。でもダムがさだんだんなんか、うんうん、なんだ人を好きになるってこんな感じなんやみたいな、意外と幼稚なことなんやなみたいな感じになっててさ、それもすごいなんか見てて、そうね、うん、可愛かったよね。可愛かったわ。なんか、うんうん、男勝りな感じの女の子がだんだんねちょっとこう、うん、異性を好きになるっていう感覚を分かってくるっていうのがね、可愛くなってたよね、うん、でまあ結局はもうダムが危ないってことになったから、そうイオンが助けに来たんやけどさ、イオンちゃうわ、オルシーンがオルシーンがなそう、まあそれで弾をね、うん、もう取り出すっていうことになって、いよいよ、うん、でも試験終わってすぐ旅行行こうって、そうやね、もうそのままで行ったって感じ一回いいか何の準備もしてないのにどう旅行行くねんみたいな。だけどほらオルシンからしたらさ、もうその行って泊まるとかなくさ、もう弾取ったらもう記憶なくもう家戻すからさ、うん、でも私やったら、いやもう何も用意してないから一回家帰らしてよってなるもん。なるわな、うん、私もだから今からそう歯磨きとかも全然何もパジャマとかパンツも何も持ってないやみたいな感じになるけど、そのまま何も行くんですかみたいな感じで行っとってたらね、そう、うん、であそこでな弾を取り出すっていうことになって、そうやね、取り出して、でまたそこから8話からがまた私いいな、これ記憶消えたらどういう展開になるんやろと思ったら、うん、なんと消えてなかったって、でそれでそう来るかと思って、これ消えてたら、そう消えてたらまた1からや、そうめんどくさい、せやねんな。でこれな消えてなくてな、おええ展開と思ってさ、そう私もちゃんと消してくれた。ただもう今すれ違いまくりやけどな、だからでもそれがまたな、ね、すれ違いのところがもうなんかこう胸の奥がないよう締められてるもういつこれなわだかまり溶けてなお互いもう覚えとったんやみたいな感じになるっていう、もう8話はななんかこうもうギュン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 してもう胸の奥が、だってもうさっきに8話見たから私に、うん、8話見て8話ずっと言ってたから、あもう絶対面白いんやろなっていうのは分かってて、そうだから8話はもうなんていうのかな、こうダムちゃんの記憶がこう残ってるっていうところからのスタートやから、うん、安心したよね。そう、まあそれは安心した、覚えてるんやって、うん、だけど
そうやけど誤解してるからさ、自分は利用されたんやみたいなさ、そこがな、うん、でもさ、あの私思ったのはさ、うん、あのジェジンにさ、うん、あのジェジンがを振ったあの女の子な、うん、ジナが出てきたやんか、うんうん、でジナに対してその対する態度をさ、そうすごいあの怒ってたやん、うん、ダムがそう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 、ダムが怒ってたんやけども、でジェジンがな結構ええこと言うのやの、そうちょいちょい、そうね、結構オルシンに対してなんかちょっとこうなんていうの、閉じたような心を閉じてる感じやけども、うん、ジェジンの言葉を聞いて、そうやそうやってそうやってなんかちょっとなこうその言葉が刺さってさ、うん、あなんかちょっと、うん、そう気持ちを変えてみようっていう、そう振られて腹立ったけど、うん、やっぱり楽しい思い出もいっぱいあったから、そうそう、ね、な焼酎飲みながらな、それだから出てきたらなすごい心が揺れるんやみたいなこと言ったら、うん、そうやそうや揺れるんやってな、お前何俺の真似してんねだから共感できるから共感してやってんねやないのみたいな感じでな、そうでもあれであのやっぱジェイジンいい、ほんまええ役どころよな、そうやね、顔も可愛いね、そうやね、なんか見とったら、そう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 、うんね、そんな感じで、またそのソンベもさもう一回ダムにアタックしようっていう感じで、うんまあ、そうなんよ、ね、だからでもあのソンベにさちゃんとさあの私好きな人がいるんでって言ってたやん、そうでそれをなまたオルシン聞いとってさ、なんでそこで思ったんですか、壁に持たれてそこで聞いてたそうね、だからもうこれからのもう展開もこれだから78よりな、そうもう廃人構成で、そうだからさお姉ちゃんと78であのデビューしようって言ったからさ、78見てさもう9見たらあかんと思って、もうどんだけ見たかったか、じゃあもう私見ても最後のあのオルシンの耐えられないっていうさ、そうあれ何チャムルスがおったって言ってたやろ韓国語でな、そう、うん、あ、違う、写真におったや、写真におった、うん、自信がないや、あって言うみたいな、写真におそうこれちょっとほんまに久々にもうなんていうの、もうドキドキするしハラハラするしキュンキュンするし、こういうのよ、こういうのが私好きなのよ韓国ドラマ、いやわかるよ、なんかわけのわからんさマニアックなさ、いやマニアックでもなんでもないんだよ、もうやめようあなたに似た人の話はそれ以外にももってあなたに似た人だけじゃないって、あんたの見てるわけのわからんドラマ、まあだけどさいろんなのを見るからこそこんなにいいドラマにさ、もうでも出会えるいいドラマしか見たくないもんこれも私偶然、まあ、あの見ることになって多分見てなかったかもしれへん、クミホン、うん、あそっか、うん、もうもうめちゃめちゃ見てるからね、もうランダムに見てるから、ランダムでもないんやけどね、うん、いろいろね、はい、ということで、まあ、9話、そうもう9話と10話もめちゃくちゃ楽しみやから今夜見るわ、うん、私も徹夜してみますよね、はい、じゃあということで、キューブの狐と危険な同居、また続けてみたいと思います。皆さんも楽しんでください。アンニョーン。アンニョーン。